どの辺まで行く？時間はまだいっぱいあるね。気持ちいいな。そうだな。行くぞ。油断禁物ってね。見つけろよ。ドクター、され、よドクター、はいよ、うまいこと言ったな。お互いにな。ほら、戦い慣れてる。まあな。気をつけて。どうだ。さてどうする。ノストのガッツリたちがいっぱい取るからね。頼むな。いや、これも大事。さあ、油断したな。どうだ。じゃ、暴れるか。いいな、付き合うぜ。俺も。待て、ノクトは敵を奇襲し隙を突く。それを合図に全員で一気に攻めるぞ。分かった。おう。頑張りますか。さて、どうする。余裕で相手ができそうだ。だな。行くぞ。さっさと先に行こうぜ。ああ。
わあ、俺が先に出て動きを止める。そしたら続け。順番いらないだろうな。言うこと聞いとけって。行くぞ。やるぞ。おう。行こうぜ。おう。先を急ごう。ああ。ナッサ後ろ。サンキュー。こいつらは食材になるから貴重だ。はあ、今夜は楽しみだな。頑張りますか。ああ、おう。
さてどうする。もう少し早めに終わらせたかったな。無事に済んだ。手ができそうだ。だな。さあ、さあ、ちょっと。終わりだ。
全員無事だな。先行こうぜ。いい塗料になりそうだな。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられる。いっそおりゃここは気持ちいいな。そうだな。いい天気だな。そうだな。靴の中砂入ってるな。じゃあ取れよ。ああ。ひと狩りいっとくか。さてどうする。調子いいじゃねえか。ほうだ。無事だな。はいはい。行くぞ。気持ちいいな。昼寝でもしてな。うりゃ
大丈夫か。ああ、なんとか。や、行くぞ。全力で倒しに行け。あと頼むぞ。了解だ。で、あれ。はいよ。イグニス、頼むぞ。ああ、やったな。ああ。すまん。金髪か？ちょっと待て、それ！当たれ！おら！楽しいな！任せて！先を急ごう。おう。やろう。オッケー。余裕で相手を取るだな。さあ、って。ノクトがいると楽できる。さっさと先に行こうぜ。ああ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。
タイミングバッチリだぜ。へえ、俺の技かっこいい。これはモテんじゃない？かっこいいね。だろ？夜になれば死骸が出るのがここでは普通のことなんだな。うん、当たり前みてえに出てきやがる。俺あいつらはやっぱダメだわ。王都は安全なんだね。夜中出歩き放題、買い物し放題。謳歌してるよなお前らは。この辺で寝たら確実に食われるね。結構死にかけるぞ。食われないよう気をつけてくれ。寝てる暇はないぞ。助かった。イグニス任せろ。では倒してやろう。任せろ。ウリュウデアイヨッハッセッ
大丈夫か？悪いな。全力で倒しに行け。じゃああと頼むぞ。了解だ。エグス！今だ！任せろ！うまくいったな。頼りにしてるよ。よし、勝った。決まってよかったな。いい天気だな。そうだね。無事に済んだな。
随分上機嫌だな。鉱石みっけ。前を見ろ。悪かったって。これ囲まれたらヤバそうだね。泣くこと言うなよ。俺だってやるときはやるよ。行くぞ。今だ。任せろ。よーし、やったな。息ぴったりじゃん。今のよかったな。蒸し暑いな。だな。先を急ごう。ああ。
せろ。手早くしますよ。さてどうぞ。ノクト強。まあな。よし、完璧。みんな店行こう。行こう。ノクト、来ねえのか。夜車走らせてたらあれ出てきてさ、死ぬかと思った。最近行動にも出るんだよな。今日はどんな武器が欲しいんだ。受け取ってくれ。また寄ってくれ。美人だよな、シドニー。工場に入ってるのオートのやつか。お、ああ、じいさんの指令か。こいつらには迷惑してるんだ。栄養を偏らせんなよ。あちいな。そうだな。
よし、行こう。行こうか。行こう。やるぞ。オーケー。さーて、油断するとやられるぞ。先を急ごう。うん。おう。ジャケット脱いだろ。行くぞ。よっ、あれ。エグニス、指示。はっ。イグニス、調子いいじゃねえか。してんなよ。誰が。その調子だ、ノクト。ここまでだ。
気持ちいいな。そうだな。やろう。ああ1分でいけるか。1分もいらねえって。行こうよ。ああ強い奴は嫌われるぜ。うそ、まあ、いい塗料になりそうだな。ノクト、左に敵がいる。サンキュー。どうする？ノクト、武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。はいよ。おい、悪い。いい感じだ。当然。あ、無事に済んだな。いらっしゃい。泊まってくんだろ。今日はここまでだな。
柔らかいベッドで寝れる。俺の技かっこいい。これはモテんじゃない。ほんと自撮り好きだよな。俺だって映りたいじゃん。うまく撮れてるな。これが終わったらプロでも目指そうかな。タイミングバッチリだぜ。おはよう。ああ、うまそうな匂いだな。いらっしゃいませ。何にいたします？この辺りの情報です。ご注文をどうぞ。少々お待ちくださいね。いただきます。これなら再現できそうだな。手強い奴らばかりですよ。頑張ってくださいね。よろしくお願いします。行こうぜ。行こうか。行こう。ライトをつけるぞ。おう。エグニス、今日は焼肉がいい。ああ、どうかな。今日はもう遅いからな。そうそう。夜食は太っちゃうよ。問題はそこじゃない。フライパンにこびりついた油は、そう簡単には取れないんだぞ。心配そこかよ。そろそろ
寝る場所決めない？だな、準備すっか。今日は野営だな。今の良かったな。時間だからな。チェックインしないのか？別に俺はテントでもいいぜ。うまそうな匂いだな。いらっしゃいませ。お疲れ様です。食べていかれますか？腕に自信はありますか？お気をつけて。お前だ、まどけ見ちまったよ。怖いな、あいつら。部屋なら空いてるよ。なに、
見てよ、イグニスが笑ってる。聞き捨てならないな。それはどういう意味だ。こいつら鬱陶しかったな。調子は？あ、そうだ。せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？今日のご注文は好きな色を選んでね。次はインテリアカラーを選んでね。ホイールカラーはどうする？これでいい？あとは私に任せといて。うん、注文通りに仕上がったよ。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後
カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナ・フレイナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。はあ、あ、何それ、テレ。はあ、マジだ。ガーディナと船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー、楽しみだな。着いたぞ。着いた。好みの品を選んでくれ。また来いよ。ノクト、これを見てみないか。どうした？釣り。ずいぶん楽しそうだな。いらっしゃい。海釣りでもしていくかい？毎度あり。またよろしくな。わっ、ノクト、そこで釣りできそうだぜ。マジか。オートの外では初めての釣りになるな。どんな魚がいるのかな。ま、釣ってみりゃわかんだろ。
ったな、僕と。やったな、おい。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。だってルナフレーナ様が作ったシルベなら大丈夫って言ってたよ。子供に野宿は早い。今日はここに泊まるぞ。ジャケット脱いだらどうだ。